この袋詰めは毎年この時期に行われていて、昨日は朝から婦人会のメンバー130人ほどが集まり、大豆をいった厄除け豆を丁寧に袋に詰めていました。この度はね、能登の能登半島の地震の大変さを日に日に報道されているのを見ますとね、本当に飛んでって何かお手伝いしたいくらいですけれども、気持ちばかり込めまして。この厄除け豆は1日でおよそ4万袋、重さにして450キロ袋詰めされ、来月3日の節分祭で年男によってまかれるほか、近隣の福祉施設にプレゼントされます。